スタイル2020、続いてシェーピングしていただくのは吉川武さん、タッピーさん、よろしくお願いいたします。これタッピー挨拶というふうに聞いてますね。はい、今日は、はい、たくさんの方ね、もうタッピーさんがこの後削るというので皆さん待っていますけれど、今の気持ちいかがですか？楽しみです。まあね、最近ではデウスとか一緒に、ね、やったりと非常に忙しくされてるかと思うんですけど、もうシェイプというのは本当に板なんかはどれぐらい削ったりしてるんですか、本数でいうと。途中で数えるのやめて分かんなくなっちゃった。まあ本当にたくさんの、ね、板を削ってると思うんですが、タッピーさんやっぱりものづくりっていうのはどういった気持ちで臨んでたりするんですか？ものづくりはまあ昔から好きだったから、まあ真面目な話になっちゃうけど、うん、自然なこと自然の流れで。なるほど。でそしてこのブランクスを、この US ブランクス、なぜタピさんお選びになってますか？ほとんどハンドシェイプなので、レングスが揃っているとかモデルが揃っている、そのボードを出したボードに一番近いものを選ぶ利点があって。そして今回はどんなコンセプトで板をこの後シェイプされますか？この76EA、エリック・アラカワのシリーズですけど、はい、ミッドレングス、大体僕この EA を使ってるんですけど、ミッドレングスすごい適したレングスで、今日はこのブランクスでミッドレングスでフィッシュを。皆さんの前で削るってあまりそういう機会ないですよね。まあデウスとかで結構ある。今回特にどんなところを注目していただきたいですか？まあ適当に。さあそれではですね、この後、シェーピングを、ね、していただきますので、最後に一言だけお願いいたします。完全に。ありがとうございました。